すいません、ケンさん。はい、どうされました。電車の発車メロディーって必要ですか？ん？必要ですよ。なんでですか？列車が発車するときや到着することを知らせる大切なものだからですよ。だったら普通にベルとかで知らせたらいいじゃないですか。お兄ちゃん。はい。おお、びっくりした。びっくりしますよね。急にやめてくださいよ。そういうことです。列車が来るときや発車するときにけたたましいベルの音だったらびっくりするしイライラしませんか？確かにそうですね。通勤や通学のときに聞きなじみのあるメロディーが聞こえたら落ち着くしリラックスできませんか？その通りです。だから発車メロディーは必要なんです。聞いて帰ります。 Excuse me。 何ですか？ I want to get 岡崎。何だって？I want to get 岡崎。何言っとるかわからんわ。 What's wrong? 岡崎 station on。 岡崎？ Yes。 岡崎、岡崎5番線13時5分行ってらっしゃいませ。 What？ すいません、キーさん、遅延症ですか？20分のください。どうぞ。ありがとうございます。やっべえ、弁当忘れた。胸をうちで食う。え、西川んちってどこ？学校の隣。近っ。俺お昼はいつも家で食ってるから。最高かよ、助かったわ。まあ好きなもん食えよ。西川んちって寿司屋だよ。最高かよ。ちょっと駅員さん。どうされました？ある悩みのせいで夜しか眠れませんよ。寝てるじゃないですか。子供の切符通すとどんな音鳴りますか？ピヨピヨですね。じゃあ大人の切符は？ピですかね。なんでコケコッコーじゃないんですか？え、子供はひよこだからピヨピヨですよね。あー、はい。大人は鶏になるからコケコッコーでしょ？あー、そうかもしれませんね。なぜそうしなかったんですか？子供の切符がピヨピヨなのは大人に子供の切符を使って不正乗車をさせないためでもあります。え？目で見るだけでなく耳で聞いて正しい切符が判別するためにピヨピヨはあるんです。ピヨピヨは駅の平和を守ってるんです。そうだったんですね。じゃあそろそろ帰ります。お客様。おはー。30分の遅延症です。あざまるチース。え、うちのクラス寒くない？俺が灯油運ぶの忘れたからさ。俺らのクラスはストーブなしだってさ。は？マジ意味不、誰が言ったの？さあ榊原ね。怒ってくる。あらっち、教室クソ寒いんだけど。お前らのクラスが時間内に灯油を持っていかないからだろ。知らねえし、とりま職員室の灯油もらってくわ。ふざけるな。寒くて先生が風邪ひいたらどうするんだ。そんな怒ってたら寒くねえだろ。お前お茶食っとんのか。私のカイロあげるからし。次はないぞ。なるつよ。あ、それと来週は文化祭があります。各自やるべきことを確認しておくように。先生、そろそろ電車の時間やばいです。何度もなよ。先生の話が長いっていうのか。次の電車で帰ればいいだろ。次の電車2時間後だっつーの。はい、それと体育祭の注意事項ですが。最悪だ、今から2時間待ちかよ。ん？おい胸よ、気をつけて帰れよ。はい、駆け込み乗車やめてください。うわ、間に合った。切符をお持ちでないお客様はお申し付けください。え、嘘だろ、財布忘れた、どうしよう。これって無賃乗車になるよな。親や先生にバレたらやばい。どうにかしないと。お客様、切符を拝見しますね。どうにかしないと。怒られる怒られる。これです。この定期区間外ですよ。バレた、どうしよう。ちゃんと切符買ってくださいね。実は。どうされました？財布を忘れました。最初からそう言ってくださいよ。え、お金ないのに乗っちゃったから怒られると思ってごまかそうとしたんですよね。すいません。正直にさえ言ってくれたら何とかします。でも嘘をつかれたら不正乗車とみなします。そうなったら親や先生、警察にも連絡が行き、あなたの人生が台無しになりますよ。すいません。大事なのは正直に素直に生きることです。正直の方が楽じゃないですか。はい、今日のお金は後日払ってくれたらいいですよ。ありがとうございます。ん？ソウスケ、こっちだよ。ママ、新幹線のステッカーだ。それ前も買ってあげたでしょ。行くよ。すいません、お母さん。はい。お子様って今小学生ですか？え？やだ、なんか切符間違えてた？罰金とか取られたらどうしよう。保育園児です。そうですか。ママ？レスト、切符代ご返金しますね。え？子供用の切符は小学生からですので、お子様は無料で乗れますよ。知らなかったです。
ではこちらご返金しますね。ありがとうございます。ソスケ、ステッカー買ってあげる。やったー、笑顔よし。クソが、クソが、クソが。お客様どうされました？改札入ろうとしてんのに出てくるやつが多すぎて入れねえんだよ。反対側の改札だと入場専用の改札になっております。俺はここで入りたいんだよ。出てくるやつを追い払え。そんな無茶な。クソが、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 クソが。待ったね。チーズ。遅延症ですか？ちょっとおまけして。では30分におまけしときますね。あさぽよ。皆さんはこの間の皆既月食見ましたか？チーズ。お、タクポよ、どうした？電車遅れててさ。そうか、席座って。だるー、ニキビできてる。見て、このアイシャドウ可愛くない？え、可愛い。やっべ、目開かないわ。このリップ良くない？いいね。よっしゃ、できた。先生、帰りまーす。はい。誰だ？お兄さん、朝はおまけあざぽよ。誰だ？邪魔なんだよ。すみません。電車でベビーカーは畳む決まりだろ。邪魔くさいな。すみません、余裕がなくて。赤子もうるせえし、しつけがなってないんだよ。母親失格だ。おいごらてめえ。なんだよ。あなたは人間失格です。え、俺は国のために働いてんだ。誇らしい人間だ。そもそもベビーカーは畳まなくていいと何年も前に決められています。え、そうなのか。暴れる赤ちゃんを抱っこしながら揺れる電車の中で片手でベビーカーを畳めますか？え？ただでさえ赤ちゃんを連れたママさんはいろいろな場面で気を使ってクタクタです。支えるべき周りの人間が追い詰めてどうするんですか？あなたも思いやりの心はあるはずです。温かく子育てを見守ってあげてください。はい。ただいま全線運転見合わせとなっております。あの、キミさん。はい、どうされました？これから大肉ポテンにヘルプに行くんですけども、電車って15時ます？結構乱れちゃってるので時間かかりそうですね。どれぐらいですか？10日後ですね。10日後なん？え、そんな動かないんですか？なんかトラブルでもあったんですか？恋のトラブルです。恋のトラブルなん？何があったんですか？社員一同失恋しました。社員一同失恋したん？そんなことあるんですね。心のダイヤが乱れております。心のダイヤが乱れてるん？それで動かないんですね。そうですね。でも電車動かないとヘルプに行けないんで、何とかして動かしてくださいよ。タクチケあげるんでタクシーで行ってください。タクチケくれるん？あ、なら電車大丈夫です。僕もヘルプ行きましょうか。ヘルプ来てくれんの？遅延症ですか？10分のちょうだい。おまけしときますね。あざまる。店長、おつぽよ。おう、遅かったな。なんかあったんか？電車遅れてた。これ、300分の遅延症。300分遅れてた？何があったの？駅員さんがおまけしてくれたの。おまけしてくれんの？え、ほんまは何分遅れやった？10分だよ。10分な？え、ほんな、なんでこんな来るの遅かったの？プリ取ってた。プリ取ってた？え、バイトサボって、プリ取ってたんや。でもやること締め作業しか残ってへんで。まかないちょうだい。まかないよ、くん。何もしてへんのに。締め作業終わらせとく。やってくれんの？やるわ。仕事できるね。俺のたくあんと西川のアジフライ交換しようぜ。まあいいけど。いいの？絶対平等じゃないでしょ。たくこも俺のたくあんとハンバーグ交換しようぜ。やだよ、たくあんそんなに万能じゃないよ。ケチだな。じゃあ西川。西川また狙われてるよ。たくあんとエビフライ交換しようぜ。まあいいけど。西川バカなの？おかずなくなっちゃうよ。カキフライもいいよ。ウニフライもいいよ。キャビアフライもいいよ。西川の弁当豪華すぎでしょ。じゃあ私もミニトマトとメロンで。おい、すいません、駅員さん。どうされました？もう半年は電車乗りたくないです。どうしたんですか？青春18切符で元を取ろうと5日間ずっと電車に乗ってたんです。それはご苦労様です。在来線だから腰も痛いし、揺れで酔うし、大変でしたよ。そんなに乗らなくても元なんてすぐ取れちゃいますよ。そうなんですか？18切符は5回使えて 11,850 円、つまり1日2370円の区間を乗ったら元は取れるんですけど。そうだったんですか？ネットで18切符元取り早見表っていうのも掲載されてるんで、よかったら覗いてみてください。もう行きたくないです。ちょっと駅員さん。どうされました？電車の中サウナじゃねえかよ。サウナ90度ぐらいあるんじゃねえかこれ。そんなことないですよ、暖房で20度に設定してあります。本当かよ、あっちいな。あれ、
有名な焼き鳥屋の店長ですよね。はい、有名な焼き鳥屋の店長です。自分で言うんですね。うちの肉のためにも冷房ガンガンにしてくれない？あ、やっぱお肉の鮮度とか大事なんですね。いや、俺の筋肉のためだ。自分の筋肉かい。お店の肉のためだと思いましたよ。あー、つやつやつや、死にそうだよ。まったく。窓全開にしますね。最高。チーズ。チーショーですか。30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。胸よ、三択のリセット終わってねえぞ。何やってんだよ。すいません。五択の提供もまだじゃねえか。あー、すいません。胸を本当に使えねえな。やめちまえ。ひがっちおつぽよ。あ、たくまえちゃん、お疲れ様。何もっとしてんの。提供溜まってるよ。あ、すいません。喜んででしょ。はい、喜んで。もうひがっちでかいから邪魔。キッチン行ってて。はい、喜んで。ギャル強っ。先輩どこ行きます？明けで飲むならドンでしょ。ですね。いらっしゃいませ。何名様でしょうか？2人で。お二人様で。2名様いらっしゃいました。じゃあ、生で。僕も同じで。生にいただきました。てか、最近どうなの？最近っすか？最近は、最近はやっぱ、気になるんですけど。ああ、ごめんなさい。注文待ってました。あ、じゃあ、煮込みと串盛りお願いします。煮込み串盛りいただきました。で、最近どうなのよ？最近は、今度は何ですか？一緒に聞こうかなと思いまして。なんでですか？そういうお店じゃないですよね。で、最近どうなの？メトロさんは気になんないんすか？最近どうなの？なんだこいつら。すいません、駅員さん。陳賞ですか？10分のください。どうぞ。ありがとうございます。文化祭の出し物ですが、タピオカドリンクと焼きそばで現在半々です。あとは、失礼しまーす。ん？タクコの一票で決まります。え？めっちゃ重要じゃん。高校生なんてタピオカしか買わないでしょ。タピオカか焼きそばね。タピオカ出すときは儲かるっちゃ。でもタピオカだとある程度のクオリティと味と食感が必要だよね。え、焼きそばならそこまでのクオリティは求められないし、タピオカより材料費も、なんか販売価格も300円としても。何言ってんだ先生。焼きそばで。大人だな。ちょっと駅員さん。はい、どうされました？僕だけ歓迎されてないんですか？どういうことですか？改札をタッチするときピッって言うじゃないですか。はい。でも前の人はピピッって2回言ったんですよ。僕だけ1回なんて不公平じゃないですか。お客様、定期使ってますよね。はい。定期はピッ、チャージで乗ってる人はピピッなんですよね。あー、なるほど。でも定期の方がピが少ないなんて納得いかないですね。チャージで乗ったら、くそが。お客様こっち来てください。くそが。お客様こっち来てください。くそが。何やってるんですか？改札に入れねえんだよ。え？お客様、こちらの改札は IC カード専用です。切符の場合は隣を使ってください。通りで吸い込まねえわけだ。次エラーになったらぶっ壊すとこだったわ。落ち着いてください。次から切符はこちらでお願いします。俺に命令するな、クソが。はいはい。すいません、キンさん。どうされました？電車止まってるんですか？はい、ご迷惑をおかけしております。マジっすか。最悪だよ。いやー、ここの鍵フレはうまいなぁ。よっちゃん、電車止まってるらしいよ。え、本当に？こうしちゃいられんな。電車止まって嬉しいのはよっちゃんたちだけだね。そうだな、タクシーの稼ぎ時は電車が止まった時だからな。電車の客を奪い取るハイエナみてぇなもんだな。うまいこと言ってないで、行ってらっしゃい。はい、ごちそうさん。ご苦労さん。チーズ。遅延症ですか？30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよー。楠木先生、レポート遅れてしまい申し訳ございません。ああ、いいよいいよ。いかがでしょうか？よく書けてるな。お疲れさん。ありがとうございます。では失礼いたします。おはー。タクポよ、遅刻だぞ。いつものことでしょ。どうせレポートやってねえだろ。あ、やってないだろうな。待って、私がいつもやってないみたいじゃん。いつもやってねえだろ。ウケる。友達感覚じゃん。急げー。はぁ、間に合った。ソスケ、静かにね。わかったよ、ママ。ちょっとあんた。はい。ここ女性専用車両よ。男の子はダメなのよ。あ、そうなんですか。常識でしょ。女しか入れないのよ。案内に書いてあるでしょ。出て行って。ソスケ、行くよ。ちょっといいですか？何よ。少し勘違いされてますね。何がよ。私は正しいことをしたまでよ。女性専用車両は小学生以下の男の子も乗車できるんですよ。え？女性しか入れないと勘違いされがちですが、しっかりと案内に書いてありますよ。そうだったのね。お母さんとソウスケくん、安心して乗車してくださいね。ありがとうございます。ありがとう。たく、急いで行かねえと遅れちまう。え、新宿に到着です。人が多いな。ん？前のやつ遅いな。足怪我してんのか？怪我してんなら仕方ない。
待ってやろう。ホームでのながらスマホは大変危険です。おやめください。ん？ちょっとお兄ちゃん。なんだよ。やっぱりながらスマホか。は？足を怪我しとんなら仕方ないと思ったけど、スマホいじっとったんか。そうだけど何？後ろの人が混雑してるのかわからんか。こっちは急いどんだぞ。うっせえな老害が。おいごらてめえ。なんだよ。もう死ねえって言ったら許してやる。は？もう死ねえや。すいません、金さん。どうされました？20分の遅延証ください。どうぞ。ありがとうございます。くそ、信号引っかかった。よし、もうすぐ青だ。早く早く。よし、行くぞ。ん？え、青だよね。これ進んでいいんだよね。みんなスマホに夢中だ。これで俺だけ進んだら俺がルールを破ってるみたいじゃないか。どうする？行っていいのか？いや、いいに決まってる。青は進め、そう教わっただろ。よし、行くぞ。チーズ。遅延症ですか？10分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。はい、それでは授業を始める前に、え、まさかカバンの抜き打ちチェックを行います。やっべー。みんなゲームを引き出しに隠せ。お前ら無駄な抵抗はやめるんだぞ。違反したやつは全て没収だからな。おはぽよー。タクぽよ、カバンを見せろ。はにゃ。抜き打ちチェックだ。くさ、勝手に見れば。おい、なんだこれは。メイク道具とアイロンと香水、全部校則違反で没収だ。ガチ？そもそもメイク禁止っておかしくない？うるさい。学生は学生らしくしろ。社会出たら逆にメイクしないと怒られるでしょ。え？どの会社も結局身だしなみ大事っしょ。まあそうだな。ギャル強。